のチャフィーズトラベルチャンネルはリアシャンテにある日比谷島根館をご紹介します。日比谷にある島根県のアンテナショップ、お手軽にのどぐろ丼が食べられます。こちらのイートインスペースを利用します。カウンター席のみとなるご縁カフェ、先にレジでお会計を済ませてありますが、メニューを紹介します。オーダーしたのはこちらののどぐろ丼。のどぐろ増量をチョイス。もう一つは寒し豆丼をオーダー。地酒のセットやアイスクリームもあります。目の前でのどぐろ丼が盛り付けられていきます。こちらが盛り付けられるのどぐろ。しばらく盛り付けの様子を見ていきましょう。こちらでは刻み海苔を盛り付けています。全国ご当地丼選手権で2年連続でグランプリを受賞したのどぐろ丼。そしてこちらが寒し豆丼。のどぐろ丼から提供されます。寒し豆丼も提供されました。ネタ増量だからさらに美味しそう。しじみの味噌汁も美味しそうです。島根が誇る深海の赤い宝石のどぐろ、旨味が深く濃くそして甘い。肝と醤油で漬け込まれた旬のスルメイカ、肉厚で噛むほどに甘みが感じられます。ねっとりとした白身ののどぐろ、島根のしじみも味わいたい一品。爽やかに梅酢が香る絞り大根、日本海で採れるのどぐろ、特に島根は有名な産地。その美味しさをお手軽に試せる日比谷島根館。こちらに今食べたものが売られています。のどぐろのネタパック、
干し豆、こちらはしじみ、漬物の絞り大根、今回のチャフトラは日比谷しまね缶をご紹介しました。水曜日と日曜日に動画を更新していきます。ぜひベルマークのクリック、チャンネル登録よろしくお願いします。